続、三国志演技。二章、流浪する維新たち。第十回、官房と王妃は金順の店に至る。生徒を抜け出した王妃、王女、官房、漢金の四人は、義の追記を防いだ理系のおじ、 リユの家に宿った。その晩は夜を徹して艦の水運を嘆き、それでも最高の志を固く守ると誓い合った。リユは四人の弦を緊張し、翌朝の出発に際して言う。皆さんの忠義の簡単には天佑がありましょう。 最高の望みが叶わないことを憂えるには及びません。その後、四人を送って道を共にし、手を握って約束した。対岸を成就されれば、おいの理系を私のもとに遣わしてください。私も駆けつけてお助けしましょう。そうすれば、 この追いぼれも、その宝石のお志を示すことができる、というものです。皆さんのお志が変わらなければ、早いうちに落ち着きどころを定め、初心をお送りください。別れを惜しみつつ理由は引き返し、王美たちは先を急ぐ。理系、理さん。 繁栄の三人を加えた七人は、李勇の家から指導を経て、遥か北方の馬勇の地に至り、金遵という者が経営する視点に身を投じた。指導は、剣閣の南の入り口にあたる。剣閣は諸区と冠中を往来する道のうち、諸区の参道として知られる。馬勇は、岩門の西北。 陰山南麓から三世の入り口にあたる。現書三国志公伝では、火星馬遊と記すが、馬遊は黄河の東、三世北部にあたるため、火星と称されることはない。火星の語は、いわゆる火星回廊の他に、長安の北で黄河の湾曲に囲まれた河東地方を指す場合もある。 しかし、馬友は加藤にない。ここでは三世の馬友と解した。この金順という人は、聖域の個人であり、胸中に計略多くして、もっぱら英雄豪傑と交際し、客を好んで天下の英春を目利きしていた。その金順が、 帯美たち七人を見るに、いかにも風彩に優れて体育も大柄。優位な要望はあまたの英雄の中でも傑出しており、尋常一様の人ではない。実に頼もしく思って貧客として偶した。しかし、すぐに天下国家を論じるようなことはせず、 しばらくはただ黙って主食を供するのみであった。ある日、暇ができた金純はささやかな宴を開き、王美たちを誘った。私は皆さんの椅まいや要望からして、凡百のとではないと思っております。周りには、 あなた方の猛けだけを見て何か罪を犯したのではないかと疑う者もおりますがそうは思えません。今本心を申し上げました。あなた方がどのような人であり何をしてきたのかお話しいただけませんか私の店に身を寄せられたのも何かのご縁。嘘偽りはご容赦ください。 金順は率直にそう言った。その言葉を聞いた王美は金順に威信がないと感じ、生徒から馬友に至った経緯を語り、窮地の人を頼ってきたが、未だ出会えていないと打ち明ける。さらに、その人の生命を流氷と言い、鎖国城まで行こうと思うが、 そこにいるかどうかはわからないと被災まで話して聞かせた。オービが生徒からの脱出を語った際、監視の兄弟は目に涙を浮かべていた。それを見た金純は彼らを触感の威信と察し、いよいよ定調に偶する。 馬遊は同じ三世でも、新洋より北にある。冠中から馬遊に向かう場合、冠中に出て、道館、風涼神、または、下院、保安神を経て、黄河を越えた先にある加藤に入り、三世から流れ下る噴水沿いに遡上する。これが一般的な皇程であろう。ただし、 その場合は、信洋を経て、馬遊に至るため、信洋に近い鎖国城のあたりを通過することになる。よって、王美たちの皇帝は、冠中から冠中に入るも、北の河東地方に向かい、黄河の最北端に近い五原付近で黄河を渡り、そこから東の馬遊に至ったと考えられる。ただし、 馬遊にいるとすると後の話で別の不可解が生じる一日二人の客が数人の友を連れて店内に入り一番奥の上座に座った同伴の者たちが左右にはべり趣向を並べた食事が始まる 店の者たちは応接に走り回り、皆恐々として、お追証まで口にする。たまたま官房が通りかかって様子を見れば、上座の男は、長身に優位な体育、佇まいは威風堂々として、要望は人並みに紛れても目立ちそうである。店にいるお客は、 体育も要望も群を抜いていますね。どういう人なのでしょう。金順に問うも答えず紛らわせようとする。官房は食い下がって諦めない。やむなくその人の来歴を語ったところ、おおむね次のような話であった。この二人は、 尋常の人ではなく、神座の方は、北海の大使だった孔雄の孫で、生は孔、名は長、あざ名を聖路と言います。かつて、孔雄が曹操に殺害されたとき、その下僕の孔中という者が、孔家の幼子を抱えて逃げ延び、この三世に身を隠しました。 幼子は成長して和と名乗り、孔和の子が孔長です。バンプ不当の優があり、幼い頃から漁力も人に優れておりました。かつて、この近くの野所山の新山遊国に住まう怪しい獣がおり、その姿は狸や熊に似ておりましたが、 赤髪で人の形を取り、鋭い爪と牙を備えて、口はひょうのよう、両手は長く垂れて膝を過ぎ、体中に赤い毛が生えておりました。背丈は七尺、約二百十七センチばかり。爪は鉄に劣らず硬く、力は三百斤約百八十キロの獣も、 軽々と背負うほどです。断崖をかけて木に登りその速度は飛ぶように速くて馬も追いつけず矢を放ったところで目ざとく見つけて撃ち落としてしまいますその方向は我金のような大恩情人々はこの獣を千山矢者と呼んでおりました 大神横図には、部威の北に、野鳥宅、一名、九兜宅が描かれている。弊社の優陽野子は、馬優を火星と思っている不審があり、野所山も、その誤解に基づいて創作されたのかもしれない。この獣は、朝から姿を現し、昼前に姿を消して、夕刻にまた現れます。 姿を現すと参道に座り込んで人を待ち、運悪く通りかかった者を食い殺すのです。人々は恐れて昼前から夕刻までの間に限って山中を通り抜けるようになりましたが、木こりや巻拾いをなりわいとする者たちは生活が立ち行きません。 県令の竜陰はそれを知ると、漁師を集めて山狩りをしました。しかし、獣はさらに山奥に逃れて姿を隠し、漁師がいなくなるとまた現れて人を襲い、官兵が討伐に来れば、10日も20日も姿を消して現れません。ついに、 昼は隠れて夜に出てくるようになり、人家を襲うまでになりました。刺し物兼霊も手の打ちようがなく、役所に考察を掲げ、この獣を殺せば銀百両、約3.7キロと月々の食料を松代まで保証すると賞金をかけました。 校長は考察を見るや懸令に面会し、大見得を切ったのです。疑心の資料量は 13.92g、著述された民代は 37.3g に相当。以降、民代に従って兵器する。 怪しい獣が人を喰らってその害が甚だしいとあれば、必ずや覗いて、民を休んじてご覧に入れます。日夜の憂い、このことばかり考えている。人民の害を覗こうと漁師を集め、官兵を使わしたもの,の、のこの獣は狡猾で制する術がない。駆除できるなら重傷として惜しくはない。 創始がわざわざここまで足を運ばれたということは、あの獣を捕らえる方策あってのことであろう。その方策をぜひとも聞かせてほしい。被災の身ではありますが、命を捨ててかかれば、この獣を斬ることもたやすいでしょう。竜賢令の問いに、校長は被災を述べずにそう応じるばかり。 剣霊は決意を知って意に任せ、皮を油に浸して切れにくくした軽い鎧とテッサの塊を送りました。県庁を退いた校長は家に戻り、鎧を着込んで二本の刀を下げ、使い慣れた六十金、約三十六キロの長江の鉄槌を軽々と担い、多勢では獣が身を隠すと踏んで、 単身で夜諸山に足を踏み入れました。夜舎を探して深い森に分け入り、山中をめぐること数里ばかり。樹木が茂って、昼なお暗い深山の中、夜舎が住むと思われる岩穴を見つけます。入り口に近づいて聞き耳を立てれば、岩穴の奥から、 骨をかじる音が聞こえ、ここに違いないと中を覗けば、獣は大きな鹿の三分の一をすでに食べ終わった様子。校長はまだ踏み込むつもりはありませんでしたが、獣は早くもその姿を見つけ、鹿を捨てて襲いかかってきました。 迎える校長は、鉄槌で頭を狙いましたが、獣はそれを避けて組みつき、校長を組み敷きました。ただ、鹿を食べて満足していたのか、その上に座っても、すぐさま食おうとはしません。組み敷かれた校長は、その隙に洋館の刀を抜いて下から突き上げ、 刺された千山野舎はたまらず叫んで、その声が山林を震わせました。さすがの野舎も所詮は獣。刀を奪って校長を差し返すようなことはできず、ただ鋭い爪で校長の鎧を引き裂こうとするばかり。その爪の鋭いこと。 鎧の肩や肘が先破られてしまいました。校長はさらに一刀を抜いて、野叉の脇の下を狙いすまし、えいと突き刺せば刺し物野叉も痛みに耐えず、ついに校長を捨てて断崖を飛ぶように逃げ出します。校長が鉄椎を背負ってそれを追えば、 獣は大きな洞窟の前で力尽き二本の刀を突き刺したままで座り込んでいました鉄槌を上げて一撃に打ち殺すと首だけを下げて山を下り県庁に出頭いたしました龍賢霊は大いに喜んで考察の通りの賞を与えようとしましたが 校長はこう言って辞退します。ただ、民のために害を除いただけのこと、賞を受けるには当たりません。劉賢礼は何とか口説こうとしましたが、ついに誇示して譲りません。これより、県の人々は、大人も子供もすべて校長を敬い、 県庁でも上品として偶するようになったのです。校長の右に座る方は、家政の部位の出身で、生は唐、名は兵、あざ名を無家と言い、校長が一代の豪傑と知って腕比べに参じたものの、二人の汽車や旅力は甲をつつけがたく、かえって義兄弟のちぎりを結んだ人です。 投票もまた弱きを助けて強きをくじく義教の死。二人とも疑心の強さは実に兄弟のようによく似ています。かつて部威の本軍に豪族があり、諸人の妻を犯そうとしてその妻が従わなかったことを恨み、ついに冤罪を構えて、 夫婦ともども殺してしまったことがありました。投票は殺された夫婦の親族から訴えを聞いて行き通り、たちまち豪族の家に押し入って、老養を問わず皆殺しにしました。さすがに部位には身の置きどころがなくなり、幼い弟を伴い出奔して、 馬友に身を寄せたわけです。弟は二人より、それぞれの名を子、兵と言います。成人すると二人とも兄の投票に劣らない義教の死となり、三人揃って校長と同居していると聞きます。世の人々は、 才老か小兵が軍をなしたようなものだと、この四人を評しています。このような人たちなので、県内では一人として尊敬しないものがなく、県令の命令を引かない者はいても、彼らの命令を引かない者はおりません。私とも実婚の中ですので、彼らはいつもこの店に顔を出し、 店の者たちを使う様子も自分の家にいるのと変わらないわけです。ただ、そろって酒癖が悪く、酔った後は天下に恐れるものもなく、親兄弟が相手でも譲りません。あなた方はいずれ彼らに会うことになるとしても、 今日この場であってはなりません。ここを離れ、表の声が聞こえない奥の離れに歓喜していてください。万一、彼らの雑言を耳にすれば、聞くに耐えないでしょうから。